こんにちは。スタイリストのオエムシュンです。今回の動画では、大人の男のショルダーバッグは、この一つだけあればいいというテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、バッグにもですね、いろんな選択肢があるわけですね。まあ、例えば、トートバッグですとか、リュックのようなバックパックですとか、あとはこれからご紹介するようなショルダーバッグですとか、本当にですね、選択肢が多いんですが、 特に休日の男性で持ってる率がですね、めちゃくちゃ高いのが、まさに今回ご紹介するショルダーバッグなのかなというふうに思っています。特にですね、30代後半から40代の男性だと結構ですね、小さいお子さんがいたりする場合も少なくないので、両手が空いている方が便利だと思うんですね。まあ、そんな時に圧倒的にですね、1個あると便利なのがショルダーバッグなのかなと思っています。 ただですね、このショルダーバッグというのは選ぶのがなかなか難しいアイテムかなと思っています。多くの大人の男性が持っているショルダーバッグというのは こちらのイラストのような結構ですね、ごテごテとしたデザインのものが多いんですね。まあこういったものはですね、なかなかですね、素敵に見えづらいので、個人的には NG なのかなというふうに思っています。ただ、ショルダーバッグ全体が NG というわけではなくて、その中でいくつかの基準を満たしたものであれば、僕ら大人世代にも使いやすいかなと思っていますので、今回はですね、その中でも一つのバッグにですね、限定して皆さんにですね、これがおすすめだというものをですね、ご紹介したいなというふうに 思っていますまあ、早速なんですけども今回は私物のものをですね持ってきてみましたまあ、最近買ったばかりのものなんですがまあ、正解をお伝えしてしまいますとこちらですねアークテリクスというですね登山用品を得意としているブランドのマンティス2という形ですね これがですね、めちゃくちゃ使いやすいですし、多くの男性にお勧めできるですね、定番のバッグなのかなというふうに思っています。まずはですね、このアークテリクスというブランドからちょっと解説をしたいなと思ってるんですが、先ほども触れた通り、アークテリクスというのは、登山用品をですね、得意としているブランドで、例えばアウター系ですとか、まあ、インナー系も充実してますし、それだけではなくて、バッグ系も人気が高いんですね。 バックパックもありますし、あとはこのようなショルダータイプもあるわけなんですが、まあアクテリクスというのはですね、かなりノースフェイスみたいなブランドに比べると、認知度はそこまで高くはないかなと思うんですね。ただこのブランドというのはかなりものづくりにこだわりがあって、質実合健で非常にですね、ストイックなものづくりをしているわけですね。なおかつデザイン性も洗練されているので、結構ですね、ビームスですとか、トゥモローランドのようなセレクトショップでもこういったアークテリクスの展開があったりするんです。 中でもビームスは結構長く扱っているのかなと思っています。 僕が最初にビームスでアークテリクスを見たのは、今からもう本当に7、8年とか、もっと前かもしれないですね。当時はアークテリクスそこまで有名ではなかったんですが、いち早くビームスはコラボレーションなんかもしたりしていまして、アークテリクスのですね、ブランド価値がどんどん上がっていったのかなというふうに思っています。最近はアークテリクスもですね、アパレルも展開してたりするんですね。そちらのアパレルもですね、デザインがすごくいいので、個人的にもすごく好きなんですが、まあそういった登山ブランドの中でもイメージとしては、 すごく洗練されていて、様々なファッションアイテムとの相性がいいのがですね、このアークテリクスなのかなというふうに思っています。そんなアークテリクスの定番のショルダーバッグがこのマンティス2というもので、まあ、サイズ的にもですね、すごくバランスがいいんですね。まあ、使い勝手がいい形になってるんですが、まあ、今回もですね、えっ、ー、と僕の中のマイブームである ホワイトボードにアークテリクスの特徴をですね、書いてきてみたので、こちらを見ながらですね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思ってます。まあ、アークテリクスのマンティス2、まず一つ目の特徴としては、無駄のないデザインですね。本当にですね、先ほどもお伝えした通り、ショルダーバッグってですね、ゴテゴテとデザインが入っているものも少なくないんですが、こちらのアークテリクスのマンティス2は、すごくデザイン的にはシンプルですね、一切の無駄のないような機能的な作りになっているんですが、そこがですね、すごく使い勝手がいい いい点かなという,ふうに思っています、まあ、バッグって意外とですね、目立つので、そこにゴテごテとデザインがない方が僕は使い勝手がいいかなと思ってまして、その点もですね、一つ強みなのかなというふうに感じています。 そして収納力なんですけども結構ですねこれサイズ的にですねコンパクトなんですけどもいろんなものが入るわけですねちょっとこちらを置かせていただいて、まあ、中身を見ていきたいなと思ってるんですがえっと個人的にはですね荷物が少ないのでこういったショルダーバッグで十分入ってしまうんですけども例えばですねこのちっちゃな収納の部分にはですね携帯電話ですね僕は iPhone を使っていますが iPhone を入れたいだとかあとはちょっと常備薬みたいなもの ですね。胃薬だとか、頭痛薬だとか、そういったものを入れてみるのもいいかなと思いますし、そして大きい本にはどんなものが入っているのかというと、ここ結構ね、収納力があるので、例えばこういった本ですね、入りますね。これは僕の著書の服がめんどいっていう本ですけども、こういった書籍も入りますし、あとは僕はですね、ちょっとしたカメラですね。 こういったコンパクトなカメラなんかを入れるようにしてですね、特に旅行行ったりするときなんかは、こういったもので撮影することがあるので、こういったものも収納したりだとか、あとは僕はちょっと今持ってないですが、長財布なんかも収納することができるので、これ1個あればですね、かなりたくさんの荷物をですね、持ち歩くことができるので、ちょっと手ぶらにはできないんだよなという方にはですね、これぐらいの収納力あるバッグだと、すごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。 そして3点目なんですが、価格帯のバランスがすごくいいんですね。 で、このマンティス2はですね、値段が確か5,500円前後だったかなと思います。まあ、それぐらいだとですね、決して安くもなく高すぎないというところで、すごくですね、買いやすい価格帯かなというふうに思っています。で、このようなショルダーバッグって相場どれぐらいかなというと、やっぱり3,000円から7,000円ぐらいかなと思うので、高すぎることはないかなと思うんですね。ただ、もう少し安く買おうとしたら、ユニクロだとか、GU だとか、あとはグローバルワークだとか、価格帯を抑えたショップでもこういった ショルダーバッグはあったりすするんですがなんだかんだでこのショルダーバッグって結構視線が集まるんですね。ですのでそういったアイテムには僕はある一定の投資はした方がいいかなと思っています。ユニクロのバッグ、自由のバッグ、決して悪くはないんですが、かといってそれを持っていてすごくおしゃれに見えるかというと、そんなことはないかなと思うんですね。 あくまで、かもなく、不可もなくというところなので、着こなしをちょっとしたアクセントにするのであれば、アークテリクスのバックというのはですね、すごくバランスがいいのかなというふうに思っています。あと4つ目のブランドイメージですね。先ほどもちょっと触れましたが、結構ですね、アークテリクスというのは、一般的な認知度というのは、そんなに高くないかなと思っています。そこはですね、ノースフェイスと比較してみると、すごくわかりやすいかなというふうに思っています。 アークテリクスもノースフェイスもどちらもですね、アウトドアブランドではあって、しかもですね、デザイン性も高いので、いろんなおしゃれな方に愛されるようなブランドかなと思っています。ただノースフェイスの方がですね、やっぱり圧倒的に認知度が高くて、ファッションに興味がある方はもちろん知ってますし、そこまでですね、ファッションに興味がなくても、一般的にノースフェイスのロゴというのはだいぶ認知されてるかなと思うんですが、まだまだですね、アークテリクスのこのロゴというのは見てもですね、 なんだかよくわからないという方も多いですね。一方で、ある程度ファッションが好きな方であれば、アークテリクスの世界観だとか雰囲気というのはわかっているので、そういう方から見てもですね、満足度が高いのが、アークテリクスというブランドイメージかなというふうに思っています。ですので、ここはですね、あくまで人によって違いが出るかなと思うんですが、今回ご紹介するアークテリクスのマンティス2を持つか、もしくはですね、こちらのノースフェイスの パープルレーベルというものがありまして、まあ今写真を出しておくんですが、こちら、これもですね、バランスが良くて非常に使いやすいので、この2択でいいかなと思っています。多くの方に分かりやすいという点では、ノースフェイスがやっぱりですね、一歩先に行ってるかなと思うので、そのあたりは、 2なアークテリクスを選ぶのか、一般的に分かりやすいですね、ノースフェイスを選ぶのか、そのあたりは一つの基準にしていただければなというふうに思っています。このような代表的な4つのですね、メリットがあるので、このマンティス2というのはですね、すごくバランスがいいかなと思ってるんですが、この後ですね、実際に僕が着用しながら、どういったシーンに使えばいいのか、どういったコーディネートがより合うのかというところもお伝えしてみたいなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの興味をなるべくわかりやすく解説をしています。もう少しですね、中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕がですね、だいたい週3から4回ぐらいのペースで更新をしてます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。こちらの動画の下の概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、興味がある方はそちらの方からアクセスをしていただければなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう。 はい、ということでここからは実際に背負った形を皆さんにお見せしてみたいなというふうに思ってます。 どうでしょうかちょっと背中側を向いてみたいなと思うんですが、このような形で結構バランスがいい形になってるかなというふうに思っています。実はですね、マンティスにはもう一つサイズがありまして、これよりもですね、一つちっちゃいモデルもあるんですが、個人的にはですね、これぐらいのサイズ感が使い勝手がいいかなと思っています。あまりにちっちゃいとちょっとですね、女性っぽく見えがちなので、これぐらいの大きさがあった方が男性にはバランスがいいかなと思うので、ぜひこのサイズをお勧めしたいなというふうに思っています。 まあ非常にですね、収まりがいいですし、デザインのアクセントになるかなと思っています。まあ多くの男性はこのようにですね、背中側に背負うかなと思うんですが、まあこれはですね、人によってなんですけども、最近はですね、このように前にかけるというのも一つのトレンドになっているんですね。 前にかけることで、このバッグ自体がですね、一つのアクセントとして機能するので、このような持ち方もですね、個人的には好きで、僕がですね、こういったショルダーバッグを背負うときには、必ず背中側ではなくて、前側に持ってくるようにしています。ただ、これはですね、人によって合う合わないがあるかなと思っていまして、真面目なタイプの方だとか、40代以降の方だと、前にあるとですね、ちょっと違和感を感じる方も少なくないかなと思うので、そういう方は特に無理をする必要はないかなと思っています。一方で、ちょっとトレンド 感を楽ししみたたいいいいいでですすすねね30代のの方方ととかかはは、ね、前ににがが僕はバランスなう思っています、まあ、こんな形で僕はですね、バッグを楽しんでいるんですが、今着ているようなシャツにも合いますし、あとはシャツアウターのようなものにも合います。たださすがにですね、ジャケットだとか、チェスターコートだとか、かなり綺麗なものだとですね、ちょっとバランスが取りづらいかなと思うんですが、それ以外であれば様々なスタイルには使い勝手がいいかなというふうに思っています。 そして大切なのはショルダーバッグのこの長さですね。この長さ次第で全然見栄えが変わってくるんですが、個人的には長すぎても短すぎてもあまりバランスが良くないなと思ってまして、これぐらいの位置ですね。 ちょうど溝落ちぐらいの高さにバッグが来るとちょうどバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、この状態でそのまま後ろに持ってきてもですね、収まりがいいかなと思うので、これぐらいの長さというところを一つの参考にしながら、ぜひですね、皆さんはこういったショルダーバッグ活用していただければなというふうに思っています。まあ、僕は今ですね、こういったシャツに合わせているわけなんですが、個人的には、 真夏に無地の T シャツを着た時にこのショルダーバッグを合わせというのがすごくバランスがいいかなと思うのでこの後ちょっと T シャツに着替えてみたいと思っています。 はい、ということで、半袖の T シャツに着替えてみました。僕が今着てるのは、ユニクロ u のエアリズムですね。この動画の中でもですね、何度もお伝えしているアイテムなんですが、これはですね、僕は夏場になると、結構様々なカラーを順繰りに着ていくわけなんですが、すごくですね、合わせやすくて使い勝手はいいんですけども、一方で、一点だけデメリットがあって、どうしてもですね、着こなし全体で見た時にシンプルになりすぎてしまうんですね。そんな時に、こういったショルダーバッグがあるとですね、 のここにユニコだとか GU のショルダーバッグがあるのも悪くはないんですができればですねちょっとしたアクセントにしたいのでここのですねアークテリクスの始祖帳のですねロゴがあることでちょっとした着こなしのアクセントになるかなというふうに思っています、まあ、先ほどですね前にかけるというのがですねトレンドになっているというお話もしましたがちょうどこういった形で使ってあげれば着こなしのアクセントになりつつトレンド感も楽しめるのですごくバランスがいいかなと思うのでぜひ皆さんもお 試しいいただければなななという,ふうに思っっててまますすす実際夏場場収納する場所が少なくなりますよね冬であればコートとかにポケットが付いてるので意外と手ぶらでも歩けたりするんですが夏場の T シャツだと収納箇所がないのでそんな時にショルダーバッグがあると収納力も増えますしアクセント的にも使い勝手がいいのでぜひこういったスタイルも皆さんお試しいただければなというふうに思っています。 はい。ということで、今回の動画では、大人の男性のショルダーバッグは、この一つだけ持っておけばいいというテーマでお話をさせていただきました。結論を言うと、アークテリクスのマンティス2ですね。これが鉄板で使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。実はですね、こちらのバッグ、僕の私物ではないんですね。というのも、こちらですね、奥さんの私物をですね、今回借りてきたわけなんですね。実は1個あれば、男性だけではなくて、女性も使うことができるので、 ので夫婦兼用カップル兼用で使うこともできるのもすごくいい点なのかなというふうに思っていますこちらの商品のリンクはですねこの動画の下の概要欄に載せておきますのでよかったらそちらもチェックしていただければなというふうに思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画もお楽しみに おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル